キック9832,227は白鳥座の方向にある接触連星で地球からは約1940光年離れている。また、ほぼ11時間周期で変更する食変更性でもある。2017年、キック9832,227の2つの構成が2022.2プラスマイナス0.6年に 構成合体を起こして、約1ヶ月にわたって、見かけの等級が2等級にもなる、高期度赤色申請を起こすことが予測された。二つの構成が合体することにより、より高温で規模が大きな、新たな主系列性が形成されるとされている。キック9832,227の変更周期は2013年以来、短くなっていることが知られており、これからも周期が、 徐々に短くなっていき、最終的に二つの構成が合体するという予測がなされた。これは2008年にサソリザ V1309 成形で発生した申請と同じプロセスで大量のエネルギーを放出し、後にロームワールドテレンダー率いる研究チームによって、この申請が構成の合体により生じたものであることが判明した。しかし、テレンダーの 研究チームの天文学者は、申請が発生する時期を求めるのに、十分な正確性を持っていない可能性があるモデルに、基づいているため、キック9832,227の予測の信頼性を疑問視している。このような構成合体を引き起こす、物理的な仕組みはまだ解明されておらず、キック9832,227の研究において、 大きな焦点となっている。2018年9月、元の予測がデータセットの一つである12時間の総裁されるタイミングに基づいていることが示された。これは、後天周期が実際には2008年頃までに増加していることを示している。周期が変動する原因はまだわかっていないが、予測された時期に連星系が合体する可能性は低いとされている。 これとは別に、二つの恒星の周囲を590プラスマイナス8下で公転している三番目の恒星の存在が確認されており、少なくとも太陽の0.11倍の質量を持つとされている。ありがとうございます。